市川ふさえ、市川ふさえ、市川ふさえ、1893年、明治26年5月15日から1981年、昭和56年2月11日は、日本の婦人運動家、政治家、元参議院議員。愛知県中島郡、明智村、現在の市宮市生まれ、第二次世界大戦の前後にわたり、日本の婦人参政権運動。 婦人運動を主導した。1981年、昭和56年2月に、微細市、現在の市宮市の名誉市民とな。1981年、昭和56年参議院、永年在職議員表彰を受ける。愛知県中島郡、明智村に、農家の三女として生まれた。父の東九郎は、1848年、海江元年生まれで、 一時商売をしていたが、基本的に農夫として、一生を過ごし、暴力を振るう男だった。母の達は、1859年、安政六年生まれで東九郎の隣村の農家に、生まれた女性である。母は19歳の時に11歳年上の東九郎と、結婚した。父親は、自分の生業の農業に否定的で、自分は、学問をしないから百姓をしているのだ。百は、 バカがする仕事なので子供たちには一生懸命働いて学校に行かせてやるとして、教育熱心の父親は、長男を小学校の教師から東京の政治学校の学生、米国の大学の留学生に育てて、長女は奈良県の女子師範学校生にして、夫妻の妹は名古屋市の淑徳女学校に進学させて、その後と弁して、妹はアメリカの日系人と結婚している。 愛知県女子主犯学校、現在の愛知教育大学の前身在学中に、両再兼母教育に反対して、同級生と授業ボイコットを実施し、後の婦人運動家としての活動を予感させた。卒業後は、愛知県内の訓導として勤務したが病気のため、退職。1917年、大正7年名古屋新聞、現在の中日新聞の記者となった。 1919年、大正8年に、平塚来長らと、日本初の婦人団体新婦人協会を設立。女性の集会結社の自由を禁止していた、治安警察法第5条の改正を求める運動を展開。1924年、大正13年、婦人参政権獲得規制同盟会を結成。男子普通選挙が成立した1925年、大正14年には、 同盟会を不戦獲得同盟と解消し、政府、議会に、婦人参政権を求める運動を続け、1924年、大正13年には、国際労働機関、ILO の職員となり、女性の信や労働などの実態調査を行った、1927年、昭和2年辞職、1930年、昭和5年に、第一回不戦大会を開催、 同年に、婦人参政権、公民権付与の法案が衆議院で可決されるが、貴族院の反対で実現に至らなかった。他に、汚職反対、母子保護、生活防衛などを目的とした、様々な運動に関わった。市川は、国策、戦争遂行への協力姿勢を見せることで、婦人の政治的権利獲得を目指す方針をとり、評論活動を行った。 1940年、昭和15年に、不戦獲得同盟を解消し、婦人事局研究会へ統合。1942年、昭和17年に、婦人団体が第日本婦人会へ統合。体制翼3会を中心とした翼3体制に組み込まれ、市川は第日本言論報告会理事に就任。百四十五年、昭和二十年八月十五日には、 久伏郎地見、山高茂里、赤松つねこらと共に戦後対策婦人委員会を組織し、引き続き政府や各政党に婦人参政権を要求。同年11月3日には戦後初の婦人団体、新日本婦人同盟を結成し会長に就任。12月17日には衆議院議員選挙法改正で婦人参政権、男女普通選挙が実現した。 1946年、昭和21年の第22回衆議院議員総選挙では39人の夫人、女性議員が誕生した。市川は自ら立候補せず、また有権者名簿の登録漏れのため投票もできなかった。戦時中に大日本報告言論会理事であったため、1947年、昭和22年から1950年、 昭和25年まで公職追放となる。市川は公職追放になった最初の女性だったが、1950年、昭和25年10月13日には追放が解除された。同年11月9日には新日本婦人同盟の臨時総会において、団体の名称が日本婦人有権者同盟と解消され、市川が会長に復帰、1953年、 昭和28年4月25日まで、その後は交渉制度復活反対や売春禁止、再軍備反対などの運動にも取り組んだ。1953年、昭和28年の第3回参議院議員通常選挙に東京地方区から立候補し当選。4期目を目指した1971年、昭和46年の 第9回参議院議員通常選挙で落選するが、1974年、昭和49年の第10回参議院議員通常選挙で、全国区から立候補、当選して、通算5期25年務めた。組織に頼らず、個人的な支援者が、手弁当で、選挙運動を行う選挙スタイルを生涯変えず、理想選挙とまで言われた。市川は、 自らの選挙手法を他の候補者にも広めようとして様々な選挙浄化運動に参加した。国会内では政党に属さず、無所属議員の集合体である第二院クラブに所属して活動を行った。1967年、昭和42年の統一地方選挙では、東京都知事選挙で、見延良吉を支持。その一方で、石原幹事を、高潔な人格者。 立派な軍人だと思いますと高く評価したり、1963年、昭和38年結成の麻薬追放国土城化同盟に加入し、右翼の大物、田中清春や暴力団、山口組組長の田岡和夫、オールドライトの小説家、山岡総八に協力した。市川は1972年の沖縄返還密約問題に対しては、 情を通じという発表のみを重視し、日本社会党、のどいたか子、佐々木静子、田中澄子らと共に、はすさん問題を考える会を結成。市川は、国際連合に、日本人女性を送り出したいと考え、1968年に、当時、国際キリスト教大学講師を務めていた、国際政治学者の小形貞子に、 白羽の矢を立ててその年の国際連合総会日本代表団に加わるに尾形を説得して了承させた。これが契機となり尾形は国際連合の仕事に関わるようになる。1980年昭和55年の第十二回参議院議員通常選挙では87歳の高齢にも関わらず全国区でトップ当選を果たしたが1981年 昭和56年に、親近拘束のため銀在職のまま死去。死去の2日後、参議院本会議では、市川への哀悼演説と、永年在職議員表彰が共に行われた。また、同年に、出身地愛知県微西市の名誉市民となった。微西市が、市宮市と合併後は、市宮市の名誉市民となっている。一方で1978年、 昭和五十三年春の叙勲にあたり、君に等奉還症授与を打診されたが、辞退している。現在、国立国会図書館には、市川が九百七十八年、昭和五十三年に語った、政治眼は録音が収録されている。七時間に及ぶ、長いもので、三十年後の二千八年、平成二十年に公開されるはずであったが、市川夫妻記念会等の要望により、 期限前に公開された。現在、国立国会図書館にて、テープの主張、及び、テープから文字起こしをした、談話速記録の閲覧、複写が可能である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。